パレスチナ分割決議は、当時のパレスチナ問題を解決するために出された、国連決議案。この案は、経済同盟を伴う分割案と述べられ、イギリスの委任統治を終わらせ、アラブ人とユダヤ人の国家を喪失し、エルサレムを特別な都市とすることとなっていた。1947年11月29日、国際連合総会において、この案の採用と実施を勧告する決議が、 決議181号として採択された。決議案の愛好には、委任統治の終了、分割と独立に関する条文が含まれていた。委任統治を速やかに終了し、遅くとも1948年8月1日までには、イギリスはパレスチナから撤収することとなった。新しい国家は、撤収から2ヶ月後に成立する予定であった。シオニズムとして知られる。 ユダヤ人の民族主義とアラブ人の民族主義は競合し相反するため、これに対処すべく分割が提案された。決議案の通行では、国境線についての提案がなされている。また新国家は、経済同盟となることと、宗教的少数派の権利を保護するよう求めた。この案は、ユダヤ人側には一部を除き受け入れられたが、アラブ諸国及び、 パレスチナのアラブ人指導者たちは一部を除き拒絶した。総会で決議が採択されるとすぐに内戦が勃発し、分割案は実現しなかった。国際連盟は第一次世界大戦後にオスマン帝国分割の一環として、イギリスのパレスチナ委任統治を認めた。1918年に実施したイギリスの人口調査では、アラブ人は70万人。 ユダヤ人5万6千人と推計している。1917年のバルフォア宣言で、イギリスの外務大臣は、パレスチナでのユダヤ人居住地建設に行為を寄せており、パレスチナの非ユダヤ系住民の市民権を及び、宗教的権利を害することがあってはならない、と政府の見解を示している。この時点では、居住地獲得の手段として分割も、国家の樹立も言及されてはいなかった。 バルフォアの公認外相、カーツォン公爵は、1500年の大半の時期パレスチナを占有してきたアラブ系住民はどうなるか、そしてユダヤ人移民のために土地を取り上げることも、後から来た者のために土地を切り開いてきただけになることも彼らには納得がいかないだろうと懸念し、メモに残している。1936年にパレスチナのアラブ反乱が勃発して、 ユダヤ人とアラブ人の構想が激化すると、1937年、ピール委員会は、パレスチナをアラブ国家と小さなユダヤ国家、国際地域に分割する提案を行った。アラブ側の指導者は、この提案を拒絶。ユダヤの指導者、ハイム・バイツマンとベングリオンは、今後の交渉の土台として、条件付きでこの提案を承認するよう、シオニスト会議を納得させた。 この提案には、ローザンヌ条約のギリシャとトルコ間での住民交換をモデルにアラブ住民をユダヤ人国家の国境外へ移転することに関する条文が含まれていた。やはりこれに関してもアラブ側からは拒否された。イギリスのウッドヘッド委員会はいくつかの分割案を考案した。しかしこの提案を実現するのは困難であった。 1938年のイギリス政府の政策要項ではパレスチナにアラブ人とユダヤ人の独立国家を創出する提案に関する政治的、行政的、財政的困難は非常に大きく問題の解決は不可能であると述べた。アラブ人とユダヤ人の代表をロンドン会議に招いたが問題解決には至らなかった。 1939年5月のマクドナルド白書では、イギリス政府はパレスチナをユダヤ人国家にすべきという方針は取っていないこと、またパレスチナへのユダヤ人移民を制限する考えを示した。これに対しユダヤ側は拒否反応を見せた。イギリス政府に移民制限をなくすよう要請し、またアリアーベートと呼ばれる違法移民が発生した。強硬派はレヒを組織した。 彼らはイギリスに抵抗するユダヤ人テロ組織であり、一時はナチスと協力することも考えた。しかしレヒはメンバーが100名以下であり、調査の結果ナチスは興味を失っていった。結局この時代にはすべてが未解決のままであった。1945年3月31日の時点でのユダヤ人占有地、共有地も含む総面積の6%を占め、そのうち 半分以上が、ユダヤ民族基金とパレスチナユダヤ人、入植協会によるものである。第二次世界大戦後、イギリスはホロコーストを生き残った、ユダヤ人のパレスチナへの移民を認めるよう迫られて、いたが、1939年の白書に従い、ユダヤ人の移民を制限していた。ユダヤ人は移民制限を拒否し武装抵抗を開始した。 彼らとアメリカは移民制限政策の廃止を迫り、英米調査委員会の設立に至った。1946年4月委員会は、全会一致で、ヨーロッパからパレスチナへの10万人もの、ユダヤ人難民の即時受け入れを承認。しかし、この韓国においてもアラブ人国家、ユダヤ人国家について、言及はなされていなかった。イギリスのパレスチナ当局は、この提案を拒否。 パレスチナにおいて、アラブ人、ユダヤ人双方の武装組織が活動し、公共の秩序を乱している間は、そのような移民は到底受け入れられないと述べた。アメリカ陸軍省は、アラブ人の反乱に対し米軍30万人を無期限で動員する必要があると報告している。1947年2月7日、イギリスはパレスチナの移民統治を終了する意向を発表。 1947年4月2日にイギリスは国際連合にパレスチナ問題に関する勧告を正式に要請した。この頃ユダヤ人の反映テロは過激さを増しており、前年の7月にもキング・デイビッド・ホテル爆破事件が発生。アラブ人41名、イギリス人28名、ユダヤ人17名を含む死者91名の大惨事となった。 1947年5月15日、国連は11カ国の代表からなる国連パレスチナ特別委員会を組織した。委員会の中立性を高めるためメンバーは列強諸国以外から選ばれた。アンスカップは公聴会やパレスチナ情勢の全般的な調査を3ヶ月間に渡り実施することとなった。1947年7月18日、エクソダス号は移民希望者を乗せ、 パレスチナへ向かっていた。イギリス海軍はこれを待ち構え、乗客をフランス行きの船へ強制的に乗り換えさせた。乗客はパレスチナへの移民を主張し、フランスでの下船を拒否、最終的に乗客はドイツのハンブルクで強制的に降ろされた。この騒動はイギリスにとてつもない悪評をもたらし、国際世論の後押しもありアンスカップは、 より一層問題解決に向けて取り組んだ。1947年9月3日、委員会は国連総会に報告書を提出した。報告書は8章まであり、第5章から第7章に委員会からの提案がある。第5章、提案は全部で12の提案があり、セクション A には委員全員が賛同した11件の提案がある。セクション B には大多数が賛同した提案で、 二人の委員が反対し、一人は意見を表明していない。第六章提案では、経済同盟を伴う分割が提案されており、七人の委員が支持した。第七章提案では、パレスチナの連邦国家の樹立が提案されており、インド、イラン、ユーゴスラビアの委員がこれを支持した。総括すると、委任統治を終わらせ、パレスチナを独立させることについては、 全委員の意見が一致しているが、独立に関して一つの連邦制国家とすべきか、少数派案、二つの国家とすべきか、多数派案は意見が分かれている。また、パレスチナ問題の解決をユダヤ人問題の解決と見るかについても意見の一致を見ていない。提案提案は12件の提案からなる。セクション A は全委員の意見が一致した11の提案で、 セクション V は3名が3位を示していない。提案提案は3校に分かれている。この提案は7名の委員が支持している。提案提案は提案に相対するもので、3名の委員がこれを支持している。土地所有状況人口分布分割案を作成する上で、国連第二小委員会は2つの地図を考慮した。分割提案では、アラブ人国家は西ガリラや地域、 ユダヤ・サマリアの丘陵地帯、アッコの町、現在のガザ地区を含むアシュドッドからエジプト国境沿いの地域が含まれていた。ユダヤ人国家は、ハイハからレホボトに広がる地域と、東ガリラヤとネゲブ地方を含む。エルサレム特別区は、エルサレムとベツレヘム周辺地域が含まれる。アラブ人国家は委任当治療の約43%であり、 ユダヤ人国家は移民統治療の約56%とわずかに大きい。これはユダヤ人の将来の移民に対応するためであった。ユダヤ人国家にはシャロン平原、イズレール渓谷、ヨルダン渓谷といった肥沃な土地が含まれるが大部分は砂漠の広がるネゲブである。またユダヤ人国家には航海へのアクセスが可能なエラーとも与えられた。 報告書には1946年末までの公式統計をもとに推定された人口統計が含まれている。分割案ではユダヤ人国家に可能な限りユダヤ人を収容するようになっている。したがってアラブ人国家にはユダヤ人は極少数しか存在しない。逆にユダヤ人国家にはアラブ人が多数含まれている。ユダヤ人国家に住むユダヤ人とアラブ人は ユダヤ人国家の市民となり、アラブ人国家に住むユダヤ人とアラブ人はアラブ人国家の市民となる予定だった。1947年の国連分割案に基づく国境線ユダヤ人国家アラブ人国家エルサレム周辺の特別地域1949年の急戦ライン、1967年までエジプトヨルダンが支配した。 地域イスラエル1947年9月23日に国連総会はアンスカップの報告書を検討するパレスチナ問題の臨時委員会を設立した。アラブ高等委員会とユダヤ機関の代表が招待され委員会に出席した。イギリス政府はアラブ人、ユダヤ人双方が受け入れられないのならどのような合意も意味をなさないと感じていた。そのような場合には 国連総会は代替案を出すべきだと要求していた。アラブ高等委員会はアンスカップの連邦案、分割案ともに拒否した。彼らは歴史調査の結果から、シオニストの主張には法的、道徳的根拠は存在しないと結論するに至った。と述べた。パレスチナではアラブ人の国家のみが国連憲章と合致するだろうと主張した。 ユダヤ機関はアンスカップの勧告の大半については指示を表明したが提案された国境線、特に西ガリラヤと西エルサレムについてはユダヤ人国家に含まれるべきであると主張した。そのような問題点はあったにせよ彼らはこの案を受け入れた。なぜなら移民を主権的に管理することはユダヤ人国家を再建することにつながるだろうと考えたのである。 アンスカップの報告書を精査するため2つの省委員会が設立された。第1小委員会は分割案にいわゆる多数派案を検討し、第2小委員会は連邦国家案、少数派案を検討することとなった。第2小委員会はパレスチナ問題には法的問題があるとして国際司法に預けるべきではないかと提起した。また、国連やその加盟国は、 パレスチナの今後について提案を勧告するもしくは強制する権限はあるのだろうか特にパレスチナの住民の意向に反するないしは同意のない分割提案をすることについて問いかけた国連で審議をすることそのものへの提案であるためまず先に第二小委員会の提案が臨時委員会で審議されたこれらの提案は否決されまた第二小委員会の提案した 連邦案についても賛成12反対29危険14で否決された。次に臨時委員会は第1小委員会の提案を議決にかけた。まず国境線の修正案が審議され、以前はユダヤ人国家に組み込まれていたアラブ人が多く住むヤフ,ファはアラブ人国家の飛び地となった。またアラブ人国家の国境線はベールシェバと エジプト国境沿いのネゲブ砂漠の一部を含むように変更された。そして、経済同盟を伴う分割案が投票にかけられ、賛成25、反対13、危険17、欠席2で可決された。この臨時委員会の結果をもとに、総会決議案が提出された。パレスチナ問題は重要問題として扱われていたので、国連総会で決議が採択されるためには、 57カ国の加盟国の内危険、欠席を除いて3分の2の賛成が必要であった。11月26日に、シオニストが疑似妨害を行い、投票は3日間延期された。複数の情報では、もし投票が予定日に行われていたら、過半数は得たにせよ、3分の2は得られなかったと見られている。ニューヨークのシオニズムの支援者たちは、 支持を表明していない国会工作を行うため、この延期を利用した賛成派工作分割案の支持者は賛成を投票するよう工作を行ったとされる。26名のアメリカ合衆国上院議員が署名した電報は海外援助をちらつかせ賛否を迷っている国家へ分割案を賛成するよう送られた。多くの国が工作があったことを報告している。 反対派工作、ベニー・モリスによれば、アラブ高等委員会のワシー・フカマルは、国連代表団、おそらくは、ロシア人を買収しようとした。アラブ諸国では、ユダヤ人に対する警告あるいは直接的な脅迫が、多数行われた。アラブ諸国は、西側列強に対し分割案に賛同すれば、石油金融とアラブ諸国の東側編入のどちらか、 もしくは両方が行われるだろうと警告している。1947年11月29日、国連総会での投票は、賛成33秒、反対13秒、危険10票、欠席1で、分割案が採択された。投票結果は、下記の通り、賛成反対危険欠席臨時委員会での投票と、総会での投票で変更があったものは、下記の通りである。 パレスチナ及び世界各地のユダヤ人のほとんどは国連決議に満足したがそうではない者も,もいた。ヨーロッパからの移民の問題と領土の限界が存在することに不満を抱きながらもユダヤ機関は決議を受け入れた。シオニスト指導者の主流派はユダヤ人国家を現代に復活させる重い責任を強調しこの地域の他の住民と平和に共存していくことを約束した。 アメリカではユダヤ人は国連の対応を歓迎した。ほとんどがこの案を歓迎したが問題が解決していないと感じる者もいた。アラブ近隣諸国との間に平和と協調の関係を確立することが我々の最優先課題である。ハイム・バイツマン修正主義シオニストたちは分割案は合法的にユダヤ人の領土を放棄させるものとして拒絶した。メナヘム・ベキンのイルグン・トレヒ。 彼ら過激派も分割案を拒否した。ベ京ンはアラブ人が攻め込んでくるので平和は訪れないと警告した。そして戦争においては自分たちの力で立ち向かわなければならない。自分たちの存在と未来をかけた戦争なのだから、と述べた。また、我々の祖国を二つに分けることは許されないことである。それを認めるようなことはあり得ない、とも述べた。北京には、 確信があった。ユダヤ人国家が創設できれば、領土拡張が可能になるだろう。多くの地が流れることになるが、シオニストが妥協して、分割案を受け入れたことによって、パレスチナ全土への野心を捨て、自分たちの国における、パレスチナ人の権利を認めたなどと考えるのは、ただの幻想であるとシムハフラパンは述べる。彼は研究の結果、パレスチナ人国家の建国を妨害し、 ユダヤ人国家の領域を増やす作戦の一環に過ぎないと考えている。分割案の投票から数日してイスラエル労働総同盟の中央委員に指名されたベングリオンはその不安な胸中をとろしている。建国当時のユダヤ人国家の総人口はおそらく100万人ほどで40%ぐらいはヒユダヤ人だった。この人口比率は安定した国家には向いていなかった。 この事実は明らかに重大な問題だった。このままではユダヤ人が支配権を握り続けるのは確実とは言えない。高々かか60%の多数派では安定的で力強い国家を長く保つことはできない。ごくわずかな例外を除いてアラブの指導者と政府は分割決議案を拒否し、その他どのような分割案も拒否する姿勢を見せた。アンスカップが 報告書を提出してから数週間後、ユダヤ系の商店やシナゴーグの破壊などの反ユダヤ主義行為を非難する人物で知られたアラブ連盟の事務総長アザムパシャの言葉がエジプトの新聞に掲載された。個人的には私は我々に戦争を強いることをやめて欲しいとユダヤ人に望む、なぜなら排除のための戦争になり、 モンゴルの大虐殺や十字軍の戦争と同じ危険な虐殺になってしまうからだ。私はパレスチナの外からやってくる義勇兵はパレスチナの人口を超えると思う。1947年10月のこの声明はもっと遅い1948年5月15日に出されたとよく間違って伝わっている。アラブ高等委員会はパレスチナのアラブ人国家に住む。 ユダヤ人のうち大半は、イギリス移民党治療時代に住んでいなかったので、市民権を与えるべきではないと述べた。アラブ連盟は、パレスチナのアラブ人国家から追い出すべき、ユダヤ人も存在すると語った。1948年2月16日に、国連パレスチナ委員会は安全保障理事会に、強大なアラブの勢力が、パレスチナの内外において、総会決議をかろんじて、 その結果を力くで変えようと企んでいる。と報告した。アラブ側はエルサレムを国際管理にすることにも反対した。シリアの大統領シュクリー・アルクーワトリーは国民にシオニズムを根絶しなければならないと言った。アミーン夫妻に言えば1948年3月にヤッファの日韓シエールサリのインタビュアーにアラブ人は分割を阻止しただけでは終わらず。 シオニストが全滅するまで戦い続けるだろう。と答えた。アザム・パシャは力族で分割を阻止しようと脅迫を続けていた。そのような中、分割を支持する声明を初めて出したのはエジプトの影響力の強い日韓シエール・モーカッテムだった。分割案はパレスチナ問題に対する最善の解決策であると、新事るがゆえに我々は賛意を表明する。 分割案を拒否することは、さらなる問題を引き起こし、シオニストに戦いの準備をする時間的猶予を与える。一年の遅れは、アラブ人の利益にはならず、ユダヤ人に利する。イギリスが出て行ってしまった後ではそれは、顕著になるだろう。アラブ人は、ユダヤ人少数派の権利を尊重することを約束した。1948年5月20日、アザムは報道員に、我々は、 アラブパレスチナのために戦う。どのような結果になろうとも、アラブ人は、アラブパレスチナにいる、ユダヤ人に、アラブ人と同じ市民権を与えることにこだわるだろう。ユダヤ人が優勢な地域なら、完全な自治権を得ることにもなるだろう。と述べた。アーネスト・ベビンは、分割案を受け取ると、イギリスはこれをアラブに強制することがないように、決定した。分割案は、イギリス議会で、 精力的に議論された。1947年12月4日に、イギリスの閣僚会議で委任統治を終わらすことが決定された。1947年12月11日に、イギリス政府は1948年5月14日深夜で委任統治を終了し、1948年8月1日までに完全に撤退することを公表した。イギリスの撤退期間中、 新しくできる政権にスムーズに領土や権限を引き渡せるようパレスチナの管理を国連に移行するよう求められたがイギリス政府は拒否した。分割案は完全に実施されなかった。イギリスのパレスチナ委任統治が完了する1948年5月14日にユダヤ人民評議会はテルアビブ美術館に集まるエレッツイスラエルにユダヤ人国家の樹立を宣言、すなわち イスラエルの独立が宣言されたアラブ諸国はパレスチナに介入するため侵攻1948年5月15日に第一次中東戦争が勃発した1988年パレスチナ解放機構は決議181号を根拠にパレスチナの独立を宣言決議は執行しておらず パレスチナの人々が主権国家として独立することには国際的な正当性があると主張した。何名もの学者がこの見解を支持している。2003年国連総会はイスラエルの分離壁建設と東エルサレムを含む領地の選挙について韓国的意見を求める決議を行い法的な問題点を国際司法裁判所に尋ねた。アブドゥルコロマ判事は 国際法の下で確立され、認められた権利として、自己決定権は、パレスチナの領地と人々にも適用されると裁判所は、考える。それゆえパレスチナの人々は、そのような権利の行使によって、元は、決議181号で想定され確認された彼ら、自身の国家を持つ資格を有する。パレスチナ領土における壁の建設は、そのような権利の実現を妨げ、 従って違法であると裁判所は考える。と意見を示した。これを受けて、ポール・デワールト教授は、1922年の国際連盟のパレス地外認定治と1947年の分割案が合法であることを裁判所はきっぱりと示したと語った。ありがとうございます。